はいはいはい。ちょっと待って、恥ずかしいペコだな、これ。ちょっと待って、この声ってさ、やばいペコなのかな、大きすぎるこれ。ちょっとでかいんじゃないかな。え、やばいんじゃないのこれ、ペコのめっちゃうるさいんじゃないのこれ。うるさい。正直うるさいかな。物うさぎさんも男女コメント見てました。いや、ネタに走ってほしくないと。ネタとか思ってなくて。いや、まあネタっていうのは、まあ、照れ、恥ずかしさ。単価なんじゃんですよね。すいません。いや、ま、それはね、まあ、仕方がないね。すいません。はい。大丈夫よ。でも、鼻息すらもね、気をつけてほしくて。なので、今の単の、ガガガガガガっていうのは、ちょっとこれからは控えて。はい、すいません。まあ、いろんな構成とでやってきたんだけど、多分ね、一番下手くそっていう、空気を感じています。めっちゃ。先生。やる前から生徒の心を砕くって最低の先生ペコですけど大丈夫ですか？いやでもね、はい、あ、皆さんの耳、汚れてらっしゃる。じゃあこのうさだめが、はい、こいこい。取らせていただきたいと思います。あ、すごい耳垢が。あらままままま。先生。うん。真面目にやってますので、お笑いだけはやめてもらって。あ、そうですね、はい。ちゃんと静かに言ってます。あのうさぎさんたちの耳垢が溜まってるわ。すっげーすっげー。おー。今のね、そう高速でやっていく。耳のこの上の部分って意外と掃除されなくて、うん、垢が溜まってたりするんですよ、先生。そうですね。ここもきっちりやっていけたらななんて思うんですが、よいしょっと。結構力入ってますね。あれ大丈夫ですか？痛いですか？血出てないですか？あんち、力強すぎたのか綿毛がどんどん取れてて。とてもいいと思うんですが、ちょっとね、やっぱり、声がね、いや、ささやいてなかったかなって、思うよね。え？え、真似すると、え、のうさぎさんじゃ、こい、やろうね。おばあちゃんじゃん。ここがね、いいかね、ここが、ここね。ここ強いで、先生。これをね、ペコラさんしてたんですよ。あ、でもちょ、早く、耳穴に入れてくれと。思わせると。そうそうそう。いつかなーっていうね。まだかなーって。あ、今来るかと思いきや違うよと。違うなと。あ、もうちょっとか、今、内側に入ってきたぞと。思わせときながら、また外と。はよ、好き。中に入れますね。それ辛いですよ、先生。それ辛いじゃないですか。まだ教えてもらってないものをやるって。どうしたんですか？不思議な声が入ってますけど。すいません。ASMR って、どういう日本語訳って知ってますか？わかんない。ちょっとニュアンス変わるんだけど、うん、なんかね、自律神経絶頂反応みたいな。あ、それだけで、あーってなるってことですか？そう。で、ちなみに、うん、この綿棒他に、なんか、工夫して、音を出してもらってもいいですか？この綿棒？うん。この綿棒を、耳で何かするってこと？いく、何をしてもいいよ、この綿棒。いきますよ、先生。これは何をイメージしてるんですか？綿棒を弾いて耳のツボを押す。あ、ツボ押しか。そうです、そうです。この、なんか、新しい音って言ったら、こういうことしか思いつかないペコなんですけど。なんか、あ、でも料理してる感じって聞こ、言ってるよ、みんな。そうです、包丁を、で、野菜を切ってます。あ、料理 ASMR。はい。トントントン。本当に。やばい、うわ、見える。何してんの、これ。
ペコラッチョさんもね、ぜひ、どうぞ。